えば今日はあの今せっかくガーディアンエンジェルさんと出会ったのでガーディアンエンジェルと一緒にタオブリーディングをしていくということをあの皆さんと一緒に楽しんでいきたいなと思います。でですね、皆さんカードを準備してくださっていると思うんですけれども、まず出していただけますか。気になるものがあったら、あなたのガーディアンエンジェルに聞いてください。これは私にとってどういう意味ですか。とても気になるので、これは私に何を言っているんでしょうか。そんなふうにガーディアンエンジェルに聞いてみます。そうすると、あなたのガーディアンエンジェルがあなたの
ード引いてガイドブック使ってご覧になったりしませんか？それももちろんいいんですけど、今みたいにカードにタッチながっていって受け取るメッセージってどんな感じがしましたか？どうですか？そうですね、特にガーディアンジェルと一緒に読み込んでいっていますし、皆さんが感じたことがやっぱり今必要なことなので、それをそのまま受け取ってください。で、ガイドブックに書かれていることっていうのは確かにすごく重要なことなので、まずそれを読み込むっていうことも必要です。でも、ご自分のことを見られたり、まあ、お友達にされたりっていうことがあるかと思いますけれども、それよりもその時感じられたこと、それをちょっと優先させてみてくださいしかないですね。で、それをやってるとね、ガイドブックに書いてあることと私が感じたことって全然違うんですけどみたいなことをね、おっしゃる方もいらっしゃるんですね。で、その不安な気持ちは分かるんですけど、それをね、よーこう照らし合わせていくと、実は表現が違ってるだけとかっていうことがほとんどです。なので、あまり心配なさらずにね、ご自分の感覚を大事にしてくださいね。なんか受け取れたでしょ、皆さん。そうでもない下向いてる人は受け取れなかったかしら。やっぱりね、練習がすごく必要になってきます。ドリンさんなんかもよくおっしゃってますけれど、リーディング上達させるにはもう練習しかありません。最初からペラペラ読めちゃったらここに座ってくださいって感じになってしまうので、最初は分かりづらくても全然構わないと思うんですね。でも、カードってすごく美しいし綺麗だし、なんか見ていてほっとしたりとかしますし、それでこう毎日自分のために一枚引く、そういうことをなさるといいんじゃないかな。で、今一枚をすごく丁寧につながっていただいて読んでいただいたんですけれども、これをね、慣れてくると瞬時にこういうふうにつながっていくことができるようになります。で、これが3枚になっても5枚になっても6枚になっても基本は一緒なので、ただまあその位置してるかな、ちょっとこうどういう感じか見ていくかなというポイントがあるんですけれど、リーディングの仕方としては同じスタンスでやっていただければいいですね。はい、でね、今日8時までなんですけど、5分ぐらいオーバーしちゃっても大丈夫ですか？急いで帰らなきゃいけない人いらっしゃいますか？大丈夫ですか？で、せっかくなので3枚リーディングまでしたいんですね。もう鍛えますよ。でですね、3枚リーディングの時は同じようなやり方で3枚出すんですね。で、出し方皆さんご存知ですか？カードデッキシャッフルしてありますよね。ただ一番上から1、2、3って並べるんですけど、左側から1、2、3って並べます。今ちょっととりあえず1、2、3と3枚出してみてください。シャッフルとしなくて練習する。そしたら一番左側にあるカード、これは時系列でいうと過去になります。で、その過去っていうのはね、意外と捉え方がいろいろなんだけれども、過去性の場合もあるし、本当についさっきのこともあるし、何でしょうね、幅がいろいろあるんですね。だからこれ読むとき、通常ここが過去で真ん中が現在で、で右側が未来っていうふうにものの本には書いてあるんですが、過去、現在、未来って見ちゃうと割とこう未来なんか断定的になっちゃうじゃないですか。なので、よくポイントとしては、エネルギーの流れがこんな風にあなたが流れていますよっていうような感覚で読んであげてください。だからここにいらっしゃるまで、これまではエネルギーの流れはこういう感じでした、で今はこういうエネルギーの流れになっています。で、3枚目はね、これは一つの可能性でしかありません。皆さんが引き寄せてくる可能性の一つが出ていくわけです。なので、これから起こることが必ずしもそこに現れているとは限らないということですね。で、これがこうですよって言っちゃうともう単なる占いになってしまうので、ちょっとニュアンスが変わってきます。で、エンジェルカードで言っていることっていうのは、やっぱりその方が応援するようなメッセージが多いので、可能性としても可能性があるけれども、このどうでしょうね、こうリーディングしていくと気持ちがすごくポジティブになりませんか、皆さん。で、最初はどうだろうって思っても、あ、いけるかもぐらいの気持ちになるじゃないですか。ただその瞬間、引き寄せてくる未来と変わりますよね。もうそれまでに、一応
き寄せられるかなって言われていたものが出てくるんだけれども、気持ちが変わることによってこれよりもいいものが出るとか非常に高いんですね。もうこれはもうあの私のブランチさんとかを見ててもやっぱりそれ以上のことが起こります。ただしここにはちょっとした話があってですね、ブランチさんがご自分で自分のそのポジティブな気持ちを行動として表した場合です、何もしなかったら変わらないですね。もうそこがポイントになります。よろしいですか。で、3枚やりますけど、1枚1枚は先